はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は日本酒です。これなんて読むの？菊正宗？あ、これ正宗の宗か。これ正宗か。菊正宗の、ピンです。これ菊正宗で合ってんのかな？読み方はわかんないんだけど、大体。国産米 100% 使用。原材料が米各国国産と米麹各国国産米と醸造アルコール。アルコール度数が 14% 以上 15% 未満。製造が、菊正宗酒造株式会社。神戸市の会社です。これ菊正宗で合ってんだよな。ここにさ、菊正って書いてあるからさ、これは通称であって、菊正宗。菊正宗であってんだ。菊正宗であって。菊正宗酒造ですね。うん。これ結構有名な、っていうかかなり有名な日本酒ですよね。これがかなり有名な。まあ、日本酒のブランドではあるんですが。それでは早速飲んでいきましょう。乾杯。これ辛口ですね、これ。うん。これは辛口ですな。これ日本酒、辛い。うん。これは、あれだわ。刺身が食いたくなるね。刺身がね。うん。これ刺身だわ。うん。すっきりとしている辛さ。で、辛口。うん。すっきりとしてて辛口で。で、なおかつ風味も、あるんだけど、やっぱ飲みやすいっすね。うん。うん、飲みやすい。以前前回じゃないわ。前米だけの酒とかあったけど、あれがいかに飲みづらいかっていうのは、すげえ、これ飲んだら すぐわかるな。うん。菊正ピン。モンドセレクション6年連続金賞受賞。うん。愛され続けるロングセラーブランド。菊正ピンは、昭和58年に、発売しました。当時、日本酒の容器といえば一般のご家庭でもまだまだ一升瓶がスタンダードでした。ああ。日本酒や醤油は近所の酒屋さんに配達してもらうのが当たり前の時代。そのような時代に取り扱いのしやすい画期的な紙パック入りの日本酒として登場。キレのある辛口の酒質はそのままに、お買い求めしやすい価格設定で販売されてから、現在に至るまでピンクのピンとして皆様にご愛飲いただいております。へぇ。あ、すごい。画像が載ってるわ。昭和58年。菊正、酒パック。1240円。これが 1.8 リッターかな。うん。うん。うん。飲みやすい。
それでいて明らかにこの辛口な喉に来る感じはどう見ても辛口。ちなみに菊正のピンの日というのがありまして、11月の1日は菊正ピンの日です。日本記念日協会認定って書いてあります。秋が深まり、日本酒が美味しくなる季節に合わせて、またピンかイコール1とかけて11月1日を菊正ピンの日とし、一般社団法人日本記念日協会に登録されました。で、それでイベントがあるらしいですね。へぇ。いかに愛されてるかわかるね。日本酒度がやや辛口淡麗プラス 3.5 となってます。ごめん、嘘ついた。あ、これの淡麗バージョンもあるらしい。へぇ、これは知らなかった。これのね、淡麗仕立てっていうやつのバージョンもあるらしいですね。これのピンのやつ。で、ちなみに俺が飲んでるやつは、やや淡麗辛口の日本酒度がプラス3となってます。良質の丸米と麹を惜しまず使い、日本酒本来の旨味とピンと引き締まった後味を実現した飲み飽きしない味わい。で、菊正ピンの淡麗仕立てっていうのがあるみたいで、容量 270ml の瓶のやつと、あと 300cc の紙パック。で、2リッターと3リッターの紙パックがあるみたいです。こっちがプラス 3.5。日本酒度がね。飲み応えがあり、喉越し爽やかな、淡麗辛口の味わいのお酒。旨味、辛口、ピンと引き締まった後味が絶妙のバランスを醸し出しています。あれ？ってか逆にこの菊正ピンって今俺が飲んでるやつって、900ml と 500ml と 180ml しかない。な、バカな。2リッターとかないんだ。まさかの。あ、ないっぽいですね。ないっぽい。俺がよく見てた、2リッター瓶とか3リッター瓶じゃないや。ごめん。紙パックのやつって、淡麗仕立てってやつみたいですね。逆にこっちの方がレアなんだ。こっちは 180ml と 500ml と 900ml しかない。でかい容量のやつはないんだね。飲みやすいしね。飲みやすいし、やっぱり辛口が。辛口。辛口ですね、これ。なるほどな。菊正宗。さあ。
まいかっていうと、まあ普通じゃねって感じ。結局さ、確かに辛口で、あれだよね。刺身に合いそうな感じはするわ。ただ、まあ、うまい、まあ、うまいまずいでいくと、やっぱり、八海山とかの方が明らかにうめえなってのはわかる。やっぱり。明らかにその、うまさが、桁違いの、だなってのはわかるわ。まあ、所詮、パック酒って感じだよね。所詮、パック酒って感じ。八海山とか、新潟のね、八海山とか腰の看板には、ほど遠いな。まあ、ほんと遠い感じはしますけど。まあ。まあ、神戸の会社なんで。まあ、さすがに。新潟米は使ってないだろうけど。やっぱり、新潟の米っていうのは偉大だなっていうのはわかりますよね。さすがに。やっぱり。だって、日本酒って 99% 米でできてるからさ。まあ、99% は言い過ぎかもしれないけど、まあ、70% ぐらい米だからね。あと水だからね。まあ、やっぱり、米の味とかが重要視されてくるのは、当たり前なんで。さすが。まあでも今でも、今は普通に、スーパーで、八海山売ってるからね。すごいですよね。普通に八海山売ってるんで。
まあ、これ普通じゃねえか。3233です。ご視聴ありがとうございました。